どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。そういえば霊夢、今日は仕事じゃなかったか？この間辞めて、今は休職期間にしているのよ。英気を養っていると言ってもいいわね。そういう期間も必要だよな。だが、一応言っておくが期間は決めた方が良いぜ。長く休んでいると、社会復帰できなくなりそうだもんね。実は、すでに当初の予定より長く休んでいて懐が寂しいのよ。困窮の入り口に立っているじゃないか。働く気はあるのよ。でも、なかなか動き出す気になれなくって。そうだマリサ、少しでいいからお金を貸してくれないかしら？お断りだぜ。お金がダメなら食べ物でもいいわ。完全に困窮者の言動じゃないか。今回はそんな霊夢のためにある事件を紹介するぜ。ある事件？今の霊夢よりもっとひどい状況の男が、何の罪もない人から金と食料を奪った胸クソな事件だぜ。そう言われると、気になってしまうわね。それじゃ今回は、因島女性殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2006年11月28日正午のことだ。発生場所は広島県尾道市因島の、ある住宅だったぜ。因島って、初めて聞く場所ね。因島は瀬戸内海に浮かぶ島だぜ。その島のある家で、事件が起きたのね。何か大変なものが見つかったのかしら？その家に住んでいた当時90歳の女性、藤村鶴子さんが遺体で見つかったぜ。事件当時、鶴子さんは一人暮らしで、25日の夜から連絡が取れないことを、心配した親族が警察に依頼し、探していた因島署の警察官が発見したんだ。かなり高齢な方だったのね。失礼な話になってしまうけど、病気で倒れてそのままだったのかしら？いや、そういう状況ではなかったぜ。なぜなら、鶴子さんの遺体は押し入れに隠されていたんだ。しかも、遺体を隠すように、布団が乗せられていたんだぜ。明らかに、遺体の発見を遅らせるための工作ね。鶴子さんはどうして亡くなってしまったの？死因は窒息死で、首には手で絞められた痕跡があったんだ。部屋には激しく荒らされた痕跡こそなかったが、現金などが盗まれていたぜ。じゃあ、強盗に入られてやられてしまったのかしら。90歳のお年寄りの一人暮らしじゃ、抵抗のしようもないわ。鶴子さんにご家族はいなかったの？たくさんいたぜ。異変に気づいてからすぐ警察に捜索願いを出しているし、親族も鶴子さんを気にかけていたのは明らかだな。気にかけていたのなら、誰かが同居すればよかったのにね。その辺の誤解をなくすためにも、鶴子さんについて話を掘り下げていくぜ。鶴子さんは因島で生まれ育った女性で、11人兄弟の長女だったぜ。11人兄弟？なんか、それだけでテレビに出られそうね。すごい大家族だよな。そして鶴子さんは結婚し、自身も5人の子供を産んでいるんだ。多産の家系だったのかしら。少子化の今の時代からすると、衝撃的な数字だわ。理由はともあれ、鶴子さんは5人の子供がいたんだぜ。となると、子供のうちの誰かが島を出て家庭を作って、鶴子さんに同居を持ちかけたりもしたのかしら。その通りで、大阪府内で独立していた長男が、鶴子さんと当時は存命だった夫と同居する計画を立てていたぜ。家を新築して、鶴子さんたちの布団も送っていたんだ。移り住む寸前って感じだけど、実現しなかったの？ああ、鶴子さんは、元気なうちは大丈夫、と話して、夫と共にふるさとの因島に残ったんだ。子供の家に同居することに後ろめたさがあったのかしら。内心については不明だな。だが、事件が発覚する20年ほど前に、鶴子さんの夫は亡くなっているんだ。じゃあ、それから一人暮らしになったのね。そうだぜ。さらに、同居を計画してくれた長男も、その数年後に病死してしまったんだ。親より先に死んでしまうって、悲しいことね。息子の死に、鶴子さんはかなり応えたようだぜ。それからは、ことあるごとに、子供は大事にしなさいよ、と話すようになり、息子の話になると泣いていたそうだ。子供のいない私には心中を想像しきれないわ。でも、他に子供はいなかったのかしら？そんなに悲しんでいる母親を一人で暮らさせるのは酷じゃない？長女とその家族も、鶴子さんを誘っていたぜ。だが、鶴子さんはそれでも一人暮らしを選んでいたんだ。彼女の葬儀には250人ほどの親族が参列したんだが、長女の夫は鶴子さんの一人暮らしについて、これも親孝行と思い、一人暮らしをさせていましたが、それが裏目に、と声を震わせていたんだ。本人の希望だし、元気なうちは望み通りにさせてあげるのも気遣いよね。まさか、こんな事件の犠牲になるとは思わないでしょうし、ご遺族も気の毒だわ。犯人がますます許せなくなってきたんだけど、ちゃんと逮捕されたの？警察は犯人像について、現場の地理に詳しい人物と推測していたぜ。どうしてそう思ったのかしら？
鶴子さんの自宅は狭い路地で入り組んだ住宅街にあったんだ。じゃあ、意外と近所に犯人がいたのかしら？警察が聞き込み捜査を行った結果、犯人は鶴子さんの家の近所、それどころかすぐ隣に住んでいた人物だと判明したんだ。お隣さん。ああ、こうして逮捕されたのが、無職で当時30歳の男性、茶野北貸だったんだ。意外と若いわね。それくらいの歳の男って働き盛りなのに、因島で一人暮らししてたの？鶴子さんの子供たちはみんな島を出ていたし、若い人たちは独立したら、別の町に移り住んでいくイメージだったんだけど、因島にも若い人はいるだろうが、独立する人は多いだろうな。だが茶の木はその逆で、事件の3年ほど前に因島に引っ越してきたんだ。茶の木は一癖も二癖もある人物だから、改めて話していくぜ。茶の木は事件の3年前から、ずっと一人で暮らしていたのかしら？いや、因島に移住した時には妻と娘がいたんだ。だが、ほどなくして離婚し、茶の木は一人暮らしになっているぜ。後に殺人事件の犯人になるわけだし、離婚は正解って感じね。離婚の理由も茶の木にあったんじゃないの？離婚の原因は明らかになっていないが、その認識で間違いないぜ。茶の木は無意図職落ちで行くような人物だったからな。無意図職って、何もせずにダラダラ暮らしてる人のことよね。働かずにぐうたらしていたから妻に愛想を尽かされたのかしら？その可能性が高いな。さらに言うと、茶の木はパチスロにのめり込んでいたぜ。働いてないのにパチスロは完全にアウトだわ。そんな調子じゃ、お金に困る未来しか見えないわね。考えるまでもなく、茶の木は常に困窮していたぜ。そのため家賃も払えない低たらくだったんだが、見かねた鶴子さんが代わりに払ったこともあったそうだ。これに関しては、鶴子さんも不満を漏らしていたぜ。え、鶴子さんが払ったことがあったの？それなのに殺すなんて、恩をあだで返すどころの話じゃないわね。そんな状態で一人暮らしするくらいなら、実家に帰った方が良いんじゃない？それが、実家との仲も良くなかったそうなんだ。感動でもされたのかしら？そこは不明だが、茶の木は実の父の自宅に何回も忍び込み、食料品や現金を盗んでいたんだ。ええ、何度も被害に遭うもんだから、ジップは家に食料やお金の類を置かないようにしていたんだぜ。家族間でやることとは思えないわね。となると、茶の木は食い口を完全に失っていたのかしら？そのようだな。家賃を代わりに払ったことがあるせいか、もしくはお隣だからなのか、鶴子さんは、茶の木のターゲットになってしまったようだ。そんな男がお隣さんだったのが、鶴子さん最大の不幸ね。そうだな。さらに言うと、茶の木が鶴子さんの家に侵入したのは、今回の事件が初じゃないんだ。前にも侵入していたってこと？まさかとは思うがその通りなんだ。事件の約10ヶ月前にも茶の木は鶴子さん宅に侵入し、現金は見つけられなかったものの、饅頭を盗んでいるぜ。見つかりさえすれば、現金も盗んでいたってことね。そんなしょうもないことをしていないで、働けばいいじゃない。私もそう思うが、茶の木は働かなかったぜ。自業自得としか言えないけど、働かないと食べていけないし、さすがにいずれは飢えてしまうんじゃない？その通りで、事件前の茶の木は、食べ物も満足に手に入らない状態だったぜ。事件の5日前に蒸しパン2個を食べたきりで、あとは麦茶やスープでしのいでいたんだ。働きなさいよ。どうしても働きたくなかったんだろう、としか言えないな。ともかく、茶の木は働くよりも鶴子さんの家に、再び忍び込むことを選んだんだ。2003年11月26日午前2時頃、茶の木は鶴子さんの家に侵入したぜ。どうやって入ったの？勝手口が施錠されておらず、そこから侵入したんだ。施錠しない人って割といるけど、絶対に鍵はかけないとダメね。それで、茶の木はどういう行動を取ったのかしら？茶の木はまず、台所を物色しだしたぜ。お金がないだけじゃなく、飢えていたんだもんね。後の話によると、経験したことのないレベルの空腹に襲われていたそうだ。午前2時だし、鶴子さんは寝ていたのかしら？ああ、三畳間のこたつで眠っていたぜ。だが、台所の物音に気がついたのか、起きてしまうんだ。じゃあ、茶の木が侵入していることもバレたのね。そうだぜ。茶の木を見つけた鶴子さんは、いやー、誰かー、堪忍して、などの大声を上げたそうだ。夜中に起きたら、隣の男が侵入してるんだもんね。誰だって大声で助けを求めるわ。発覚を恐れたのか、茶の木はここで強行に及ぶんだ。鶴子さんの首を絞めて、殺害してしまうんだぜ。90歳のおばあちゃんじゃ、抵抗のしようがないわ。茶の木には人の心がないのかしら？体格差のある相手を容赦なく手にかけたわけだからな。鶴子さんを殺害した後、茶の木は遺体を二畳間の部屋に移動させ、押し入れの下の段に隠し、上から布団をかぶせたぜ。警察が遺体を発見した状況と同じね。
殺害後、すぐに隠滅に走るなんて、冷静に犯行に及んでる証拠だわ。冷酷さが際立つ行動だと私も思うぜ。茶の木はポーチや他の部屋を漁り、最終的に現金1万4000円と小銭入れ、そしてキャッシュカードと健康保険証を盗んで逃げたんだ。キャッシュカードまではわかるけど、保険証を盗んでどうするのよ。キャッシュカードからお金を下ろすつもりだったんだ。暗証番号を生年月日にしている可能性を考えたんだろうな。ますます腹立たしいわ。そして茶の木は、さらに隠蔽工作をしたぜ。鶴子さんの衣類や所持品も押し入れに隠して、サンダルを持ち去ったんだ。このサンダルは、片方ずつ別々の場所に捨てているぜ。物を隠してサンダルを持ち去るってことは、外出していると見せかけようとしたの？その通りだぜ。殺害後に落ち着いて部屋を物色し、キャッシュカードと保険証を盗んだり、鶴子さんが外出して失踪したと見せかけようとしたり、当時の茶の木がいかに落ち着いて行動していたかが伺えるな。人を殺してパニック状態、とかならまだ人間味があるけど、茶の木に関しては恐ろしいくらい冷静に思考して行動してるわね。ところで、逃げた後の茶の木はどうしたのかしら？茶の木は植えていたから、まずは食料を購入したんだ。コンビニでおにぎりとゆで卵、カフェオレとアイスクリームを買っているぜ。そういえば、空腹の末の犯行だったわね。まずは腹を満たして、そこからキャッシュカードを使おうとしたのかしら。その通りなんだが、お金は下ろせなかったようだぜ。暗証番号は生年月日じゃなかったってことね。となると、鶴子さんを殺害して茶の木が奪ったのは、1万4000円と小銭だけってことになるわ。そういうことだな。ここまででも胸クソの悪くなる話なんだが、まだ犯行後の行動は続くぜ。なんと茶の木は犯行に及んだその日に、盗んだお金をほぼ使い切っているんだ。嫌な予感がするんだけど、その使い道ってまさか。そのまさかで、パチスロで溶かしているんだぜ。人を殺してお金を奪って、その日のうちにパチスロって、茶の木に同情する余地は全くないわね。すごい話だと思うぜ。茶の木はこうした無計画な行動の末に追い詰められ、犯行から数日後の12月2日に逮捕されることになったんだ。裁判がどうなったのかも気になるわ。厳罰がくだらないと、気が済まないわよ。茶の木は強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の容疑で起訴されたぜ。この裁判では、公判前整理手続きが適用されているな。初耳なんだけど、どういう手続きなの？簡単に言うと、公判の前に争点などの計画を決めておいて、スムーズに裁判を進められるようにする手続きだな。茶の木の事件の争点は、殺意の有無と犯行方法と内容に絞られたんだ。完全に殺意はあったし、犯行内容も非道としか言いようがないわ。裁判ではそこがしっかり言及されるといいんだけど、どうだったの？2007年5月30日の初公判で、茶の木は、無我夢中で何も考えていなかったので、殺意と言われてもわからない、と話したぜ。さらに弁護側は殺意を否定した上で、強盗致死罪の適用を求めたんだ。強盗致死って、強盗して結果的に殺してしまいましたって罪で、茶の木みたいに明らかに手にかけてる場合は強盗殺人よね。だから殺意の有無が争点なんだぜ。当然だが、検察側は、隣人の籠城、自らの金銭欲を満たすのに邪魔になったとして、殺害したもので、犯行は極大の非難を免れない。捜査段階の殺害状況の供述は詳細かつ具体的で、遺体の状況とも一致しており、確定的な殺意に基づいたものであることは明らか、と犯行の悪質さを強調したんだ。これまでの話を聞くに、検察の言う通りじゃない。弁護側は最終弁論でも、殺す恋はなかった。食べ物に困り、家に忍び込み、気づかれたので気が動転して、揉み合ったら死亡させてしまった。と、強盗致死罪の適用を求めていたぜ。さすがにそんな理屈が通用する内容じゃないわよね。その通りで、罪状が変わることはなかったぜ。こうして2007年8月8日に、茶の木には無期懲役の判決が下ったんだ。裁判長は判決時に、体格差のある女性の首を両手で相当の力で締め続けており、残忍かつ悪質だ。と指摘し、動機については、大変身勝手で浅ましく、組むべき点はない、と一刀両断、さらに、確定的な殺意を持って、体格差がある90歳の女性に対し、必死に抵抗するにもかかわらず両手で締め付け窒息死させた。犯行後、被害者の死亡を冷静に確認し、犯行の隠蔽工作をしている、と悪質性についても指摘したぜ。いや、全くもってその通りよね。しかも、その日のうちにパチスロに行ってるし、悪質すぎるわ。だが、茶の木側は量刑不当を理由に控訴しているぜ。どういう言い分で控訴したのよ。2007年11月17日の控訴審初公判で、弁護側は、当時茶の木被告は収入がなく、空腹のため食品を盗む目的だけで侵入した。被害者に気づかれたため、口を塞ぐために手を当てた。
などの理由から、一審判決を事実誤認だと主張したんだぜ。茶の木自身も、殺す気はなく、真っ白な状態だった、と殺意を否定したんだ。さすがにそんな言い分が通るとは思えないんだけど、当然ながら通らなかったぜ。控訴審の裁判長は、確定的殺意があったのは明らか、として弁護側の主張を退け、犯行について、生命を軽く考えた短絡的で身勝手極まりない犯行、と、文字通り断罪しているんだ。これほどまでにグーの根も出ない話も珍しいわね。これで無期懲役が確定したのかしら？いや、茶の木側はさらに上告したぜ。だがそれも2008年5月19日に棄却され、刑が確定したんだ。見苦しいことこの上ないわね。今回の話はどうだった？犯人がどこかで道を間違えたような事件は同情の余地があるし、複雑な気分になるけど、今回は犯人に全く同情できないわね。茶の木の犯行は無計画で短絡的、なおかつ利己的で冷酷だからな。さらに、盗んだ金を早速パチスロに使ったあたりも最悪だぜ。茶の木が働いていれば事件は起きなかったと思うと、さらに腹が立つわ。鶴子さんの恐怖やご遺族の悲しみを思うと許せないわね。他人の家に盗みに入るくらいなら働け、としか言えない事件だが、茶の木はそれができなかったということだな。仮に私が困窮したとしても、犯罪だけはしないわよ。悪いことをするくらいなら働くわ。それが霊夢のためにも、私含めた周囲の人間のためにもなるぜ。今以上に生活が苦しくなる前に、求人情報でも見てみたらどうだ？そうね、これ以上ない反面教師を見てやる気が出てきたわ。散歩がてら、求人情報を探しに行くわね。というわけで今回は、因島女性殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。